傷だらけの天使は、1974年10月5日から1975年3月29日まで、毎週土曜日22時22時55分に、日本テレビ系で放送された、萩原健一、水谷豊出演のテレビドラマである、全26話。萩原健一によるオープニング映像が話題になった。テーマ曲の作曲は、大野勝ツ演奏が、 井上バンドである。本校では、テレビドラマ版、傷だらけの天使及び、続編小説、的に、天使のハンマーをについて解説する。白い牙に続く土曜夜十字アウトロー路線、第二弾で、ヒッピー風の若者コンビの怒りと挫折を描いた、アンチヒーロー型の探偵ドラマである。ストーリーはバラエティに富んでおり、暴力団の構想から、捨て子の親探しまで幅広い。 監督は、熊代辰美、深作金次、恩智秀夫、工藤栄一ほか、脚本は市川慎一、芝栄三郎ほか著名な脚本家が担当した。緑真子、島水江、吉田秀子、中山真理、川口明、荒砂幸らがヌードを披露し、前半の第一クールでは、ほとんどの回でヌードシーンが盛り込まれている。また、毎回、 萩原健一のアドリブが加えられていた。第一クールは、おさむとトールが、汚れ仕事をやらせる女所長綾部に一泡吹かせようと反抗を試みるも、失敗するという展開が多かった。視聴率は、人大監督の4話では4%台に落ち込むなど、苦戦を強いられており、第二クールは、暴力やエロチックなシーンを抑え、オーソドックスな探偵者への軌道修正が図られた。 結果、大幅な躍進を果たした。しかし、今日、裏両社会の権力からの理不尽な仕打ちに挫折する若者二人の姿は、夢の島を舞台とした最終回まで貫かれた。雪貞さ,さんは、週刊、文春の泣けたテレビドラマの企画で、傷だらけの天使を挙げていた。エンジェル・ビルこと代々木会館。 萩原健一は、スポーツ日本が2009年11月1日から11月30日に連載したインタビュー記事、我が道の初回において、自分の相棒役にキャスティングが予定されていたのは、日野翔平であったが、日野が切り抜けるなどのレギュラー番組が決まりスケジュールが取れなくなったために、水谷豊かに変更になった、胸を明かしている。なお、水谷を推薦したのは、 萩原であり、太陽に吠えろ。で萩原演じる刑事マカロニが最初に捕まえた、犯人役が水谷で、その誠実な仕事ぶりが印象に残り、トール役に推したと実感している。綾部隆子役も当初は、山田伊鈴にオファーしていた。当時、東方側のプロデューサーの一人だった磯野治は、自身の回想本、東方見聞録にて、知のスケジュールの関係で、 所属事務所の社長と揉めて降板させたと記している。オサムとトールが暮らしていたビルで、綾部探偵事務所からビルの屋上にあるペントハウスを借りているとの設定だった。撮影は、代々木駅隣にある雑居ビル、代々木会館にて行われた。なお、ドラマでは最終回で解体工事が着手されるが、実際は最終回から36年後の 東日本大震災でペントハウスは倒壊するも、ビル建物自体は40年以上存在し続けた。代々木会館は老朽化のため2019年8月1日から2020年1月30日にかけての工事で解体された。演出は、恩ン秀夫、撮影は、木村大作。カメラに三脚をつける時間がないほどタイトなスケジュールでの撮影だったという。川ジャンを着て、 ヘッドホンをつけ、水中メガネをつけたおさむが、眠りから目を覚まし、冷蔵庫の扉を開き、新聞紙を首から下げ、トマト、コンビーフ、リッツ、魚肉ソーセージに次々とかぶりつき、口で線を開けた牛乳で喉に流し込む。もともとは最後に牛乳を画面にぶっかけたところで、画面を白点させ、そこにメインタイトルを表示するという案であったが、スポンサー等から、 食品を粗末に扱うことへのクレームが入り、その直前の画面をストップモーションにすることで対処された。主演の萩原健一の回想によると、制作側はタイトルバック不要でいいんじゃないかって話だったんだが、スポンサーサイドからないとダメだと言われたため、音知さんと木村さんで急遽撮影したものだったのだとのこと。萩原は土作さ,さ紛れに、 時間稼ぎでやったやつだったねと語っている。マルコ・フェレイリ監督の映画、最後の晩餐をイメージして撮影された。また、新聞紙を用いるアイデアは萩原が目撃した工事現場の配管工がモデルで弁当を食べながら新聞紙でたびたび口を拭く仕草がおかしかったため採用された。深作禁事は仁義なき戦いシリーズ5部作の最終作。 新人なき戦い完結編と新人技なき戦いシリーズ一作目の新人技なき戦いの間に演出を担当。深作は本企画には参加する暇がなく、証券でこういうのやりたいんだけどと言われ参加した。前述のタイトルバックと2話分を恩知秀夫が撮影していたが、放映では前後して深作が演出した2話分が第一話と3話になった。 萩原健一は深作に会うなり、なんで僕は仁義なき戦いに出られなかったのか、僕があそこに出てなかったのは自分でも信じられないと話していたといい、本作品の撮影はスムーズに進んだという。深作はこの傷だらけの天使で初めて木村大作カメラマンと組んだが、木村も仁義なき戦いを見ていたから、手持ちカメラでも負けないとオートバイに乗ってカメラを担いだという。 この第一話で萩原憤する小暮治が古美術屋に強盗用のモデルガンを借りに来るシーンがあるが、その店の店主が金子の夫で広島弁を喋る仁義なき戦いの山盛親分のようなキャラクターで登場する。萩原がもごもごとこのおじさん昔広島でヤクザの親分だったからなどというシーンがある。仁義なき戦いシリーズ撮影中が縁での亀尾出演と思われる。 演出を映画監督が担当したために、現場で、テレビドラマの厳密な差しが計算できておらず、プロデューサーが急遽脚本家に連絡する、東愚郎したはずだという裏話を、後年主演の萩原が明かしている。衣装協力として、ビギがクレジットされており、菊池武雄が担当した。萩原健一演じる、小暮治の服やスタイルは、当時の若者に、多大な影響を与えた。 あとに、衣装は、ビギで売れ残った品を買い取って使用されたと話している。矢萩敏彦が、萩原、市川両者に許可を得て著作された、小説版。最終回から30年後ホームレスとなったおさむを描き、ドラマや俳優陣の経歴を知っていなければよく、わからないこねた描写が散りばめられている。2008年6月発行。最終回後、おさむは、 東東京市でホームレス仲間とかけ、ゲートボールでその日の銭を設けていた。ある日、仲間の一人が軽口でオサムを名乗ったことで、謎の集団からリンチを受けて死亡した。オサムは、ことの真相を突き止めようと通るとの別れ以降足を踏み入れなかった新宿へ出向く。ありがとうございます。